ケーン軍はアメリカ合衆国ユタ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7125人であり、2000年の6046人から18%増加した。軍庁所在地はカナーブ市であり、同軍で人口最大かつ唯一の都市でもある。1864年に設立され、軍名はモルモン開拓者の友人であり、 南北戦争の軍人、トマス・エルケーン大佐にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は4108平方マイルであり、この内陸地は3992平方マイル、水域は116平方マイルで、水域率は2.83%である。パウエル湖として、水が溜められたコロラド側が、軍の東側境界になっている。 南はアリゾナ州である。グランドステアケースエスカランテ国立保護区が軍域の大半を占めている。岩だらけの高涼たる砂漠、山岳及び崖の地形であり、どこも息を飲むような景色が広がっている。ブライスキャニオン国立公園とザイオン国立公園が軍の北部と西部に広がっている。東部にはグレンキャニオン国立レクリエーション地域の部分がある。 グレンキャニオン国立レクリエーション地域のサンセットアーチ以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ケン軍は共和党の強固な地盤である。2008年の選挙で公認候補に投票した人は共和党992人、民主党326人だった。2004年のユタ州知事選挙では軍投票数の70%近くが共和党の ジョン・ミード・ハンツマンに行き、2008年の地事選挙では、ほぼ75%にまで上った。ケーン軍は、アメリカ合衆国下院議員では、ユタ州第2選挙区に入っており、現職は民主党のジム・マセソンである。マセソンは2008年の下院議員選挙で、ケーン軍の過半数を獲得した。アメリカ合衆国大統領選挙では、1916年の ウッドロー・ウィルソン以来民主党候補が県運軍を制したことがなく、フランクリン・ルーズベルトが大統領に当選した1936年でも共和党候補のアルフレッド・ランドンが制したことでは、ユタ州の唯一の軍となった。それ以降も確実に共和党候補を選んでおり、1956年のドワイト・ディ・アイゼンハーに至っては、投票総数の約90%を獲得した。 1964年も共和党候補のバリーゴールドウォーターを選んだが、ゴールドウォーターは約9%の差でユタ州を取れなかった。最近の16年間でも民主党候補は軍投票総数の30%以上を獲得した者はいない。 ゴーストタウンのパリア軍内の詳細 q u i c k f a c t s c e n s u s g o v ケインカウンティーアクセスと2011年10月8日アメリカンファクトファインダーコナブユタファットファインド A カウンティーナショナルアソシエーションオブカウンティーズ http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx201 e 年6月7日閲覧センサス 2000US ギャザティアファイルズカウンティーズユナイテッドステ a ツセンサス n s u s 2011年2月13日閲覧 epodunk.com ハットユタエレクションサイト、ハットデビッドライプ、エスプレジデンシャルエレクションアトラス、ハットデビッドライプ、エスプレジデンシャルエレクションアトラスから1964、スタティスティックスフォーユタハットザ、ニューヨークタイムズエレクタールマップ、ありがとうございます。